ャースの先発は左の岩貞以上の両先発です。さあ間もなくプレー。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは糸原。次は4球目、146キロ直球、空振り。ワンアウトランナー1塁という場面で高山投げた、スローカー外れた、フォアボール。茨城ストレートのフォアボールを与えます。投げた、打ちました、ショート。あっとこれはインフィールドフライ、二塁キャンパス手前、取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げた、打った、左中間へ持っていきましたが掴んで、これでスリーアウトになります。ベイスターズこの回は今ノーアウトランナー一塁という場面で勝ちたい。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。ファーストランナーをちらっと見て投げた、初球を打った、セカンド左への打球、ここはファインプレーに阻まれました。ワンアウトです。0対0で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で糸原、ここは送りバット、ピッチャーが左へ転がした、アウト。ランナー2塁に進みました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。打った、三遊間破った、北条ナイスバッティングです。ベイスターズなおもピンチが続きます。投げた、打ちました、ファーストゴロ、ゲッツーになるか、タッチはアウト、これでツーアウト。ベイスターズなおもピンチが続きます。バッターは4番福留、第1打席は内野フライに倒れています。打ちました、ファーストは正面、ロペス一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。ベイスターズ0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で梶谷、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げました、ジャストミート、バット取れない、桑原一気に三塁へ、桑原三塁です、と。ベイスターズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは梶谷、初球から打ってった、取りました、これでワンアウト。今ベイスターズリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で梶谷、今日はここまで3打数1安打。第9投げました、初球外れてボール。さあ次の投球、